いうことでえー、今日話すことは、えー、面白いって今言われてる YouTuber にありがちなことということで、えー、YouTube 見てる人の9割って見る目がないんですよ。ここ重要。YouTuber 見てる人の7割が見る目ない。なんでガキだから。目が肥えてないんだよ。俺も目超肥えてね。俺もガキだから見る目がないんだよ。やっぱり見る目がないし、すぐ批判ばっかりすんの。 で数字イコール面白いと思ってる奴ら多いから。どこがヒカキン面白いんで、どこがはじめ面白いんじゃって話。ヒカキンさん、はじめさん。はい、そこ重要だよ。ね。日本人としてね、そういうところをしっかりしないと、あなた日本人でも何人でもない。やばいぞ、お前。中間人みたいな感じになるぞ。中間人だからって、中華人民共和国の中国人のことを中華人という感じで言って、お前は中国人を差別してるっていうようなことではないぞ。中間ってことね。中間でもないしな。 日本語も日本人としてのいいところもなければ、他の良さもない。ただの人だ。そう、お前は野獣シンプル。野獣後輩。野獣先行。野獣ポリコー。なそれ。ということで。うわぁ、面白いって今言われてる YouTuber あるある。やっぱり、最初の頃めっちゃ批判されてる。小柳さんとか、夕闇のね、小柳さんとか、 あのー、バナナさんってめっちゃ、ほんとバナナうぜーうぜーとか言いながら、あれなんか面白いかもってなってって、やっぱバナナ天才、夕闇とバナナが今,今後の YouTube を背負っていくみたいな気持ち悪いやつがいいんだよな。な、キモいよ、ほんとそういうの。うん。でも俺の、か、俺の場合は全然無関心なんですよ。うんって感じで。なんも思わないですよ。うん。で、俺数字が出てこないと見ないって一番ダメな YouTuber だからね。 で今面白いって思ってる YouTuber はピンクペンギンズ登録チャンネル500人っていう。ね。俺は31人。あと4人で35人って、ドゥ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 おってなるからね。でも絶対やんない俺は。ブルドンチーム大嫌い。流行ってるから大嫌い。流行りのは大嫌いなんだよ。アマノジャックアマノジャック船長っていうことでねで。小柳さんもね、ツッコミ選手権っていうので、やっぱ、 俺めっちゃつまんなって言われてるんです。めっちゃ面白いけどね、夕闇にいざないし、漆黒のエンジェルたち。名前ややこしい、ややこいよね。一回見たことあるんですよ、小柳さん。禁断ボーイズでね。その時は全然なんも。あの、禁止した。ラファエルさんも俺見たことあるんですよ。そのまだ人気、チャンネル登録10万人くらいだけど。YouTube は。 10年以外に廃れるって動画見て、カチンコ、こいつうざいしねって思いましたけど、でも、そっがちょっと経った頃に俺、ラファエルさんの虜になったんですよ。うん、でもやっぱ俺もガキンチョだから数字だわ。YouTube 見てるやつ、みんな数字数字。数字ちょっとあれば、えー、面白いと思うから。うん。それがね、それが7割。うん。いやバカしかいねえから、YouTube。でも、残りの3割はね、しっかりとした温厚な人たちの集まり。その3割の人を引きつける。 でそっから、温厚な人って大体 YouTuber にも当てはまるの。YouTuber もみんな優しいから YouTuber に面白いって。じゃあ、はじめ社長がコーチ TV にナマステーってコメントしたじゃないですか。でナマステーってしてからコーチ TV もどんどん上がっていくる。そこなんですよ。だから大物 YouTuber がね、面白いって言っちゃえばそれは面白いもんになるんだよ。ああ。だから YouTuber って俺、YouTuber ーー、自力で最後まで行ったやつ0人説。 っていうのを提唱するのが次の動画ですってことでね。やっぱ面白いやつって批判されがち。そう、俺もそう。俺もそうだからめっちゃつまんないつまんないって言われてた。ね、フィッシャーズバカにしてみたって動画も、どこをバカにしてるんですかっていうところなんじゃん。お前は察しが,わ察しが悪いの察しの悪いガキも嫌いだよ、俺は。なあ、それなんでどこをどこバカにしたかっていうと、お前ら悪い笑いすぎだろって。何にでもおじゃん。あしゃーって,言って。全然面白くないのに。あしゃーって笑うじゃん。なんか。ね、ショッカーの、ちょっと、 突然変異種のやられ方の声みたいな。あっしゃーみたいな笑い方するんじゃん。しないけど、ゲラ、ゲラなんだよ、んだほーみたいな感じで言って、うんだほさんな。でも、さんって言いたくないんだよ、俺は。めんどくせえから。んだほんだほが、んだほゲラなんですよね。って言って、もシルクさんもゲラですよ。あっしゃーって言われてるんじゃん。剣道のなんか、決め声のめっちゃ変な人みたいな。コテって言わない人とかめっちゃいるじゃん。何あれって思うよね。 ちゃんとコテって言えよって思うね。あしゃ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 みたいな人めっちゃいるじゃん。強くなれば強くなるほど掛け声変じゃん。何それ？あしゃ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 みたいな。だんだんにんじゃんめでぃめでぃみたいな感じで言ってる人もいた気がする。それはいないな。いやおかしいことをやろうとするとおかしすぎるんだよ俺はということでまああのおしまいってことで。やカイトちゃんのおしまいいいよねあれ。 スポーンってなんか日本刀、日本,日本刀ってないそれジャパニーズブレードで切ったような終わり方ができるおしまいっていいよねあれカイトさんのおしまいっていいよねめっちゃおしまいって言って酒ってって切れ味がいいっていうか後味がいいんだよ切れ味がよく後味がいい、ね、おしまいって言ってうわーって言ってききあの日本刀でブッシャーンって切られてる感じでみんなのねチャンネル登録よろしくねーって言ってナイフで刺してる感じうらーっって よりおるチャンネルうううううううよりおるチャンネルうううううううって言ってこうやって包丁刺すんだろそれダメ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 ゆるみに三角彼氏に放送さしたところのそれはおまージしてほしいお手伝い早くしらないに言ってるかわからないということでねいや本当何言ってくわか,かんねえな俺もわかんねえそういうのを目指していこうと思いますそういうことですねはいということで以上ですあやば 何喋るか忘れたまあねおしまい